ボルトアクションライフルのトリガーメカニズムトリガーは、火器の発射を始めるための仕組みである。トリガーは、ほとんど例外なく、人差し指で押すレバーがボタンである。ただし、中には、親指や、その他の指で押すものもある。ブローニング M20 機関銃や、スプリングフィールドアーモリー M6 スカウトは、その例である。火器は、薬室内の弾薬を発射する過程を始めるために、トリガーを使う。 発射の過程は打撃装置がスプリングの力と運動エネルギーを激震に伝え、激震が雷管を叩いて発火させることで完了する。打撃を与える仕組みは2つある。ハンマーとストライカーである。ハンマーはスプリングの力がかかった金属の塊で解放されると軸を中心に回転し、激震を叩いて弾薬を発射させる。ストライカーは基本的には スプリングの力がかかった激震で弾薬と同じ軸線の上を動き、独立したハンマーは必要ない。トリガーとハンマーの接触部分は通常シアサーフェイスと呼ばれる。いろいろな仕組みがあり、トリガーとハンマーが直接接しているもや、独立したシアを介するもの、あるいはその他の部品を使うものもある。アクションにはいろいろな種類がある。アクションとは、 どのようにメカニズムが構成され、そして、それが、どのように使われるかという方法論である。これは、引き金が、銃に対して、どのような機能を持つかを観点として分類できる。ハンマーやストライカーの解放を加えて、トリガーによっては、ハンマーやストライカーをコックしたり、リボルバーのシリンダーを回転させたり、自動安全装置を解除したり、例えばステアオーガストのようにセミオートマチック射撃と、 フルオートマチック射撃を使い分けたり、セットトリガーを事前にセットしたりするものもある。現代のほとんどの火器のトリガーは自動安全装置を解除するのに使われるが、これはそれをどのように識別するか変更するのではない。シングルアクションのトリガーシングルアクショントリガーはトリガーを引くたびにハンマーまたはストライカーを解放して火器を発射するという一つの動作だけを実行する。 ほとんどの小銃と散弾銃はこのタイプのトリガーを持っている。コルトドラグーのようなシングルアクションリボルバーは銃を発射するたびに手でハンマーを起こさなければならない。シングルアクションのセミオートマチックピストルは最初の一発を発射するときはハンマーを起こさなければならないが、ほとんどの設計ではハンマーを起こす操作は装填する操作の一部になっている。 一旦初段を発射してしまえば、スライドが自動的に動いて、次の発射のためにハンマーを起こす。このようなピストルは一度コックしてしまえば、断層が空になるまでは、一発撃つのに一回トリガーを引くだけで発射できる。M1911 やブローニングハイパワーは、このようなピストルの例である。ダブルアクションのトリガーセミオートマチックピストルのダブルアクションは、 ダブルアクションリボルバーのそれとは少し異なる。ダブルアクションリボルバーはトリガーを引くだけで最初の弾を発射できるし続きの弾も発射できる。最初に何もコックしなくてよい。ダブルアクションリボルバーはトリガーを引くと弾の入った薬室を低位置に移動させ弾を発射する。しかしダブルアクションセミオートマチックピストルはトリガーを引くだけでは最初の弾を発射できない。 普通は、最初の弾は、弾の入った弾倉をグリップに挿入し、スライドを後ろに引いてから離して、薬室に装填する必要がある。ダブルアクション、シングルアクションと区別するためにダブルアクションオンリーと呼ばれることもある。ダブルアクションは、ダブルアクションリボルバーのトリガーメカニズムに似ている。トリガーは、ハンマーやストライカーのコックと開放の両方を行う。しかし、 シングルアクションの機能はない。シグザウェルのドックトリガーが良い例である。ハンマーを持つセミオートマチックピストルは弾を発射すると、その度にハンマーがコックされていない位置に戻る。次の弾はダブルアクションで発射しなければならない。タウルス24、7のようなストライカー形式のピストルは、すべての再装填サイクルが終わった後、ストライカーがレストポジションに留まる。 ダ o という用語は、セミオートマチックピストルに使われるのが普通だが、いくつかのリボルバーに対しても使われる。例えば、S%W 戦地にある、26年式拳銃、エンフィールドナンバーにマーク、アイリボルバーなどで、これらには外部に露出する、ハンマースパーがない。グロック、スプリングフィールド XD、XDM、カーセミオートマチックピストルなどは DA ではない。 これらは、スライドを操作した後に、ストライカーが中間位置までコックされるので、2回トリガーを引いても、再び作動させることはできない。ダブルアクション、シングルアクション下記は、両方の機能を持っている。トラディショナルダブルアクションと呼ばれることもあるが、これらの用語は、ほぼセミオートマチック拳銃にだけ使われる。トリガーメカニズムの機能は、ダブルアクションリボルバーと同一である。 しかし、銃を発射した後は、自動的にハンマーやストライカーがコックされる。このメカニズムは、ハンマーが落ちた位置にあるときは、ハンマーを起こしてから解放する。しかし、次の弾からは、シングルアクションとして作動する。マテバオートリボルバーは、DA-SA システムを持つリボルバーである。ベレッタ M92 は、DA-SA セミオートマチックピストルの良い例である。多くの DA、 SA ピストルは最初の弾を撃つ前にハンマーを起こしておくこともできる。こうするとダブルアクションの重いトリガーを引かなくても良くなる。またダブルアクションに戻すためにデコッキングレバーが装備されることも多い。この他にダブルアクションリボルバーのほとんどで使われているタイプのものもある。これはトリガーを引くだけのダブルアクションモード、また発射前に手でハンマーを起こしておく。 シングルアクションモードの両方のモードで発射できる。これはダブルアクションモードで発射しなければならないわけではない。点でダブルアクションオンリーとは異なる。この例としてはコルトパイソンなどがある。リリーストリガーはトリガーを引くのではなく離すことでハンマーやストライカーを解放する。リリーストリガーはトラップ射撃用の散弾銃でよく用いられている。セットトリガーは トリガーアップルを非常に軽くすることができる。これは通常の非常に軽いトリガーに比べて野外で安全度を変更できるという点で異なる。プリセットストライカー、またはハンマーはセミオートマチック拳銃だけに用いられる。弾薬を発射するか、または薬室に装填するとハンマー、またはストライカーは途中までコックされた位置になる。トリガーを引くと完全にコックした後、 ストライカー、またはハンマーを解放する。技術的には2つのアクションであるが、トリガーがストライカー、またはハンマーを最初から完全にコックすることができないという点で、ダブルアクショントリガーと異なる。また、ハンマー、またはトリガーを単に解放しても、ライカーを発火させることができないという点で、シングルアクションとも異なる。プリセットストライカーの例として、グロック。 S&WM&P カーアームズ、スタームルガー SR ピストルなどがある。プリセットハンマーの例として、ケルテック P-32 やルガー LCP などがある。どのトリガーメカニズムもそれぞれの長所を持っている。歴史的には最初の方式はシングルアクションである。これは最も単純なメカニズムで通常は最も短く軽く、 スムーズなトリガーアプルが得られる。また、トリガーアプルは毎回一定しているので、精度を向上させるための特別な調整技術は必要ない。シングルアクションリボルバーでは射撃の前にハンマーをコックしなければならないが、それより安全性の高いものがある。セミオートマチックピストルでは弾を薬室に装填する過程でハンマーがコックされ、発射の準備が整うので、外部セーフティが たびたび採用される。ダブルアクショントリガーは、ハンマーがコックされているか否かに関係なく、銃を発射することができる。この機能は、軍用、警察用、あるいは自衛用のピストルに適している。ダブルアクショントリガーの最大の弱点は、トリガーを引く距離が長く、また、ハンマーやストライカーのスプリングの力に対抗して、重いトリガーを引かなければならないことである。 ダブルアクション、シングルアクションピストルは汎用性がある。この形式の下記は通常は手動安全装置を備えている。このマニュアルセーフティーにはハンマーをデコッキングする機能と兼用のものもあるがそうでないものもある。デコッキングレバーとマニュアルセーフティーの両方を備えたものもある。短所はこれらのレバーはスライドリリースやテイクダウンレバーなどと似ていて 間違いやすいということである。これは訓練によって克服できる。他に最初のダブルアクションのトリガープルとそれに続くシングルアクションのトリガープルが違うという端緒もある。ダブルアクションをオンリー書きは SA、DA 機能の問題を毎回ダブルアクションで射撃することによって解消しようとした。トリガープルの重さに違いがないので訓練や練習が単純化された。 これに加えてトリガープルが重いので暴発が減った。これは特に警察用のピストルとしての利点である。このタイプの武器はマニュアルセーフティを装備していないことが多い。ダオは警察組織用または小さな自衛用武器に多い。最大の短所は毎回長く重いトリガーを引かなければならないので正確な射撃が難しいことである。プリセットトリガーは 最近の流行であるが、トリガープルの重さ、トリガーの引きの長さ、安全性、一定性などを考慮した上で最適化しようとしている。グロック社のこのトリガーは一般に広まり、他の多くの製造者がプリセットストライカーを持つ製品を販売している。プリセットトリガーの最大の弱点は、不発の後に再度トリガーを引いても、ライカーをもう一度叩くことができないことである。これは、 通常の使用では問題にならない。銃に装填するにはスライドを引く必要があり、その時、ストライカーもプリセットされる。ほとんどの場合、2回打撃すれば弾薬が発火するとする主張もあるが、作動不良を解消するには、通常はタップラック版手順を行う。いくつかの製造者は、この問題に対する回答として、プリセットハイブリッドストライカーを提唱した。 他の製造者は、撃鉄を用いるメカニズムと、ストライカーによく似たトリガーアプルをうまく融合したシステムを提唱した。例えば、シグザウェルのドックや、H&K のレムがその例である。ありがとうございます。